はい、ヘナジェルのヘナジェルヘナウォーターの、違いをヘナジェルヘナウォーターの違いをちょっと、実践してみました。こちらの方がこっちから半分がヘナウォーターヘナジェルをして、乾かしたものです。でこちらから真ん中から右側は、何もつけてない状態になっております。こちらの方ちょっとくせ毛がですね、モデルさんが顔周りそれからネープのところにくせがちょっとあります。でそのくせが、ヘナジェルとヘナウォーターによって、ちょっと取れてるわけですね。でなんで取れるかっていうと、このヘナジェルヘナウォーター自体にヘナが入ってるんですね。ヘナのエキスが入ってるんで、ヘナってあのつけるとこう修練髪がこうパシッとですねなる。どういうことかというと、これタオルが髪の毛だとしたらダメージ棒ってどうなってるかというと、ふたってこうなってるわけですね。こういう風になってるんですよ。でヘナをするとどういう風になってくるかというと、簡単に言うとですね、このダメージ棒がこういう風に、これ実際の毛髪とは全然違うんですけども、ちょっとこういう風にですね腰が出るわけですね。こういう風にこんな感じに腰が出ます。キュッと、わかりますでしょうか。そうなるとどうなるかというと、根元の立ち上がりがついたりとか、トップが薄い方だったり、立ち上がりが本当に気にしている方とかはこのような感じで立ち上がるんですね。でもう一回言いますと、ダメージ音はどうなるかというと、こういうクタッてなってる感じです。だから、綺麗に見えないんですね。でヘナをするとなぜツヤが出るかというのは、見てくださいね、この感じだとキューティクルがこうバサッとしちゃってる状態、表面の方がで、こういう風になるとキューティクルがこう統一されて、キュッと締まってる状態で、ヒナっていうのはこういうのが作れるんですね。なんでこういう風にこうこっち側から半分はすごくこうストレートのように収まってるわけですね。これをつけて乾かすだけで、だからストレートパーマ、足毛矯正かけた感じのようにストレートにこう記憶してくれたりとかするんですよ。でなおかつボリュームを出そうとすればボリュームを出ることができます。例えばショートのスタイルとかだったらこのような感じになりますから、ボリュームが出ます。これがヘナの特徴です。うちのヘナジェルヘナウォーターの特徴です。でさらにですけれども、イオンコンプレックスっていうのを起こすんですが、こちらの方がですね、フレッシュヘナウォーターマイナス、これ正式名なんですけども、こっちがフレッシュヘナジェルプラスってなってるんですよ。でマイナスとプラス、これ磁石と一緒です。どういうことになるかっていうと、この人とこの人を2つくっつけるとくっつくんです。これね、わかりますか、磁石みたいな感じなんですね。仲良しなんです。これがすごくキュッとくっつくんです。で、このヘナの効果でバシッとこう腰が出たところに、これ2つがですね磁石として上にこう綺麗なコーティングをしてくれるわけですよ。プラスチックみたいにねコーティングしてしまうと、それこそ髪のダメージになったりとかするんで、綺麗にですねこうコーティングしてくれるっていうのが、これが僕が考えたオーガニックと、化学の融合のトリートメントになるんですね。これが他にはないトリートメントかなと思います。で製造方法もですねちょっと明かすことはできないんですが、ちょっと特殊なやり方で製造してるんで、まず成分表を見て真似しても同じものを作れないと思いますっていうような感じで、これは本当使っていただくと分かるんですけど、癖を染まるのと、癖毛のために今作ったような感じなんでね、癖が収まるっていうのとボリュームが出るっていうので、かなり、リピート率も高いですし、いろんな方に使っていただきたいなと思っております。現在でも今北海道以外でも美容室のサロンさんに何件か卸してるんで、そちらの、県の方でも使っていただいております。で今現在は、販売方法としては早まかしの、販売サイトからちょっと販売しているような感じになりますね。アップにすると前髪がまずここからこっち側を、こっち側ヘナジェルヘナウォーターつけてます。こっちはつけてないものです。でこの前髪の癖のあたりを見ていただくと分かるんですけど、彼女ちょっとくせ毛が少しここにあるんですね。でこのくせ毛がこちらの方はまっすぐになってるんですけど、ここら辺のくせは伸びてないですよね。なので、そういうところでですね
この辺がツヤが出てますよね。で、こっちもまあツヤないわけではないんですけれども、あのやっぱりこうパシッとこう来てる感じです。重さで押さえてる感じなんで、毛先の、ニュアンスもちょっと重ためにできますし、結構時間経ってもですね、このスタイルキープできるんで、それがまあ違い、他のトリートメントの一番の違いかと思うので、科学とオーガニックの融合っていうのが一番違うところだと思います。